そうですね、まあ、あの野茂はね、私これ非常に野茂自身にとっても近鉄にとっても非常に大事な登板になると思うんですよね。そうですよね、はい、さあどうか、ルーキーの中村紀平、いきなり飛んできた打球弾いてしまいました。近鉄はストライク、見逃し三振。テーブライオンズ、おそれほどなかったんですがフォークの後だけにね、はい、割合こう、ましてバットの近いところだっただけに早く感じたんじゃないですかね。今握りも見えましたがストレート、ちょっと抜きました。今度も抜きました。直球、空振り、青空にボールが上がります。石井、三塁手石毛、ベテランのサード石毛、バッターボックスはこのところ2本、そしておととい2本とまとまって2本ずつ生まれて、あと6本までこぎつけました。筋を痛めて先日まで10日間休みました。打ち上げました。バックラットは伊藤、1引き分け、2度の8連勝があります。打席に伊藤、西武がそのあの進化がね、はい、あの2年前のいい時の感じにちょっと近くなってきましたね。なるほど、良くなってきましたよ。おとといもリリー打数の5安打、レフトに入っています。してますね、トゥートゥフォークを続けて見逃した、スリーラン、河野選手から、河野投手からレフトに打ちました。やっとで出場ということもあるんでしょうか。打ち上げた、しかし打球はどうだ、かなり右に流れている、ランナースタート、いい当たり、ワンアウト、ヒット、新井は悠々三塁に向かいます。ワンアウトじゃないですかね。落としました。先日ルーキー中村、ランナースタート、打ってファウル、ファーストランナースタート、打った、バットの先端だが打球はあまり伸びません。レフトです。まだフォーク。西武サイドは小野塚アナウンサーのリポートです。ストレートですか。ファボール。